はいみなさんこんにちは、村長ふスタジオです。今日はスイングということについて、ちょっと勉強してみましょう。OS スマート。この動画は、マンチャンバザールのなおさんの協力を得て、サウンドアイナーというソフトと DTS の連携で、生声の解説動画を、ほとんど自動でキャラボ動画に変換しています。ボイススマート、皆さんも試してね。私もスイングのことを、 よくわかっているわけではないんですけれども、最近、画面下の譜面のように、テンポが137で8分音符2つを3連のスイングのように演奏してください、という譜面がありまして、この譜面は毎月、浅いピアノ教室さんとやっています。NHK のお母さんと一緒の月曲、これをやるときに出てきた課題です。私はあまりこのことを知らないで、なぜ演奏が跳ねたようになっているのかと、 先生に尋ねたら、スイングということを教えてくれました。今、画面にありますように、52、53小節を表示しています。E のコードと D のシャープのコードのある場所です。その演奏が上のようになっています。最初の小節が8分音符ばかりで表示されていますが、このようにスイングした感じで、ピアノ演奏されています。スイングと8分音符の違いというのは、こんな感じです。 普天8分音符と16分音符のスキップするような音符の場合なら、ここを拡大しますと、音がこのラインを入れたところに合っていないといけないわけです。でも左側のグリッドが16部で表現可能な場合とは少し違い、この右側の上にあるような音符で演奏されています。一拍を4つに割ったグリッドでは、ここが間違ってしまいます。これはどのようにすればいいのかと言いましたら、 ここでスイングを8分の1にします。そしてこのスイングの度合いを100%に持っていきます。見てください。小さくて分かりにくいと思うんですけれども、このところにグリッドが来ました。ここですね。このように演奏されている。というわけです。私はこれを分かりやすくするために、スタジオ1のルーラーをこのように設定しています。上は標準のままにしています。 これで16分音符にします。一泊が4つに分かれましたね。そしてスタジオ1にはサブのルーラーを付けることができます。セカンダリールーラーと言います。そこでこれをチェックすると、ルーラーが2つになりました。そしてこちらの下の方は小説の、小節の8分の 1t という風にします。そうすると下のルーラーは3連符になったわけです。3連符のこの位置に合わせば、 良いことになります。このような演奏だということです。今、わかりやすいように、伴奏の方だけを表示しました。そしてこれを鳴らしてみたいと思います。このような形で鳴っています。ここからが本題です。まず今日は Ujam のドラム系のソリッドというのを この黄色いトラックに入れてあります G-3 のパターンを鳴らすとこのような演奏になりますこれをここにドラッグドロップしますそうしましたらこのような演奏になります全然合いませんよね ユージャムの方にはマイクロタイミングという設定がありまして、これを開くとスイングを設定できます。これを100%にしてみます。設定しておいてからこれをドラッグします。エディタのルーラーは16分音符のスイングになってますが、これを8分音符のスイングに変えます。そうしましたら、このようにちゃんとスイングした場所に、 音符が入るということになります。ちょっと聞いてみましょう。これでも少し違和感がありますよね。それはこの音ですね。この音がこのような場所にあるから余計おかしく感じるんです。少し手動で直してみたいと思います。これを半分のところに持っていきます。 こういう場所ですね。ゴーストノートを作るんであれば、こういう場所に持ってくるということです。 このようになれば、かなり落ち着いて聴けるようになるはずです。ただし、このバスドラムが邪魔をしているということになります。こういう時はどうすればいいでしょうかこのバスドラムをクオンタイズします。ハクの頭に持っていったわけです。これで聴いてみましょう。 だんだん合うようになってきましたね。こういう時は、もう初めから8分音符のスイングに合わせてしまえばいいということになります。皆さんは、このマイクロタイミングを、スイングにするのではなく、ストレートのまま入れたとします。そしてルーラーは8分のスイング100%にします。このように設定するわけです。そしてクオンタイズします。 を押します。味気のないパターンになりますが楽曲とは合いやすいビートになりますすすごくくきやすくなりました、ね、もともとのリズムがそれぞれの曲にありますので例えば U ジャムのキャンディーを入れてみます。 ちょっとキャンディーでリズムを確かめてみましょうこのようなリズムがあったとしますこれをドラッグしてみますスイングの度合いはどうなっているかというのを確かめてみたいと思います今スイングは全くしていない状態ですここでイーヨンの音をドラッグします ちょっと聞いてみましょうはいこれもストレートですのでなかなか合いにくいですよねもう一つはスイング状態で入れてみますここでスイング100%にしますそして同じように入力をしてみます見た目がほとんど変わったようにありません 本当に変わっていないのでしょうかよく見てみます。こういうとき、スタジオワンの場合は重ねて確認することができます。このトラックも表示にしますと、よーく見てください。この部分ですね、トラックの色をはっきり変えます。この部分は若干変わっています。ということは、この後ろに来たわけですけれども、 8部のスイングではなく、16部のスイングになっています。例えばここ、16部のスイングにグリッドを合わせます。はい、見てください。ここの小さな点のところ、ここで若干前後がありますが、このようになってるわけです。スイングの指定をしてあっても、これではまだ、ちゃんとしたイメージになりません。 なんとなくバラバラな感じがしますよね。じゃあこのトラックを8分のスイング。これでクオンタイズをかけます。このようになりました。じゃあ聴いてみましょう。このように収まりがつきました。スイングのリズムに。 ユージャムのビート系の音を合わすときというのは、スイングというのを設定したところで、8分のノリになるのか、16分のノリなのかが、なかなかわかりにくいです。ですから、気に入ったリズムがありましたら、スイングはこのようにストレートであったとしても、まずビートをこのように入れて、8分音符の100%スイング、これにしてクオンタイズをかけます。 パターンは少し単純にはなりますが、このようにすると楽曲とうまく合うようになります。一泊三年のスイングというのは、このように演奏することを言いまして、画面下の16分音符のノリとは違うので、これでもダメですし、左側のように普天八分音符と、 16分音符の演奏でもまたイメージが違うのです。ネットで検索をしてみると画面のようにシャッフルとスイングの違いというのがたくさん出てきます。でもそれぞれの説明も違います。おおむねシャッフルの場合、縦揺れとかいうようで、スイングの方は横に揺れるようなイメージでというような書き方が多いですが、それもなかなかイメージだけではわかりにくいですね。 これからもっと勉強すると深いところが分かっていくんだと思いますが今日のところは気に入ったドラムのループがありましたらまず入れてみて8部もしくは16部のスイングのノリにするためにこのスイングというのを0か100かもちろん100%じゃないスイングというのも作れるわけですけれどもそれにクオンタイズをやってみてピアノのリズムですねこれに合わせていく というようなことが重要になってきます。スタジオワンでは機械的なグリッドだけではなく、グルーブというのもできるようになっています。この音をこのグルーブのウィンドウに、このように合わせますと、これがグルーブとなって、ェンドマーカーを合わせていくということもできるようになっています。ま、今日はたくさん言いすぎると頭がパニックになります。皆さんだけじゃなく、 私も頭がぐちゃぐちゃになりますので、今日は置いておきたいと思います。Ujam を既存の楽曲にうまく合わせていくための方法を皆さんと一緒に勉強してみました。村長スタジオ、中の人でした。